優しい。38日目です40日目目前ですね。昨日まあそうだね、意外とね硬かったんだよね。なんかちょっと停滞期抜けたかなと思ったら硬くて、抜けたかなと思ったら硬くて、抜けたと思ったらまだ硬くて、意味深だね。おー、1ヶ月後の恋人ここにいるかも。マッチングアプリ Wiz。 マッチングアプリだってさあ今日は頑張ってこ、あ、柔らかい。このね、最初の股割りが、あの柔らかい時すごくいい結果が出るんですよ。1分間開脚もしくはカエルストレッチ、今日ちょっと柔らかいよ、いける気がする。あれちょっと本当に柔らかいかも。おお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 ドゥンドゥルンドゥルンドゥンドゥルンドゥルン、あおおおおおおお。40日、なんか30日目くらいでも言ってた気がするんですけど、どうなんだろう、80日経つ頃には180度開脚できるようになるのかな。なんかちょっとあんまり想像できない。まだね、カエルストレッチないし、1分間開脚が開ききらない部分があるから、なんかまだ自分でそんなにできるのかなって思っちゃうんだけど、どうなんだろうね、できるようになるのかな。80日経ったあたりで、じゃあ仮に180度開脚できるようになったとして、どうなんだろう、100日後にはスキピの前で360度広げれてるかな。え、どうだい。このずっと柔軟してきてすごい思うのは、なんかね、座り仕事よりその日立ち仕事をしてた、立ち仕事意味深だね。立ち仕事してた時の方がなんかね、調子がいい。1分間開脚とか、足腰をある程度使ってた時の方が結構しっかり開ける気がするんですよね。D が。生理痛の軽減ね、大事だよね。なんか結構しっかり伸びる気がする。あ、なんかちょっと目の錯覚というか、なんかすごい動きになってる。なんかすごいね、合成みたい。すごかったね今ね。合成前股関、あ、ちょっとやばい、おなら出そう。大丈夫だ。危ないところだったよ。ちょっと股関節動かしすぎたからね。ビエラ。カエルストレッチだよ。ちょっと期待大。今日柔らかいと思う。いける気がする。行ってみます。行ってみるよ。あれー、あれー。
だな、ちょっと硬いかもしれないな、ちょっと硬い気がするな。私のカエルさん、ちょっと硬いな。私のカエルさんね、硬いんですけどよく跳ねるんですよ。いやーあれー あんまりだな、なんかもうちょっといけると思ったんだけど、あれー、ちょっと限界。汗が滴ってきちゃった。額以外のところも汗滴ってるんですよ。どうだ。最初のね、股割りがあの柔らかい感触があっただけにいけるかなって思ったんですけど、なんか思ったほどだった。せめて1分間開脚だけでもね。汗やばい。汗すごい本当に今日。すごいと思う。濡れてる私見ないで。